いやまだそれならいいじゃん。あの石名坂の下りでさ、あの水戸方面に向かってさ、あの下りの歩道をタバコ吹かしながらさっそうと走っていくじいちゃんがいたよ、セニアカーで。排ガスは出さねえけどタバコの煙がモクモク出てたよ。どうだかな、そこまでは見れなかったけど。最悪じゃん。すげえ歩道を跳ねながら走ってるよじいちゃん。ドラン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 って。あれタイヤちっちゃいからね。スルメぶら下げてたの。二人目って書いてあった。あれだよ。あの威嚇臭い匂いが好きなの。そうなんだよ。あの葉っぱぶら下げてるあの陽キャの兄ちゃんいるだろ。あれと道義。スルメ。イカしたじいちゃんはスルメ吊るすんだよ。イカしてるだけに。イカしてるだけに。まいったね。いい加減でしょこれ。おっと。いかんともしがたい逆です。続けるね。わしゃ何も出ないよ。もういいかなと思って。俺だからこいつ行かれてるね。ギブアップ出ました。お買い物タイムでございます。ここっす。あ、いるな。神様おるで。分母が減るんだよね。28.9度。重そう。はい。携帯パウダー、パウダー。絶対捨てやるぞ。ウィッシュ。来たウィッシュ。来てるわ、来てるわ、来てるわ。おお。橋の竿が、いやーやったやった、最終だ。橋です。長橋です。ポンチャンネルです。さあ始まりました、ポンチャンネル。この格好を見てください。久しぶりです。釣りです。はい、今日は釣りをしに来ました。お久しぶりでございます。霞ヶ浦にアメリカナマズを釣りにやってまいりました。イエーイ。ここで今回の企画を確認しよう。今年入って釣り動画作れてないよねとメンバー全員認識しているものの、とにかく釣れない、とにかく成立しない、単独で釣りに行っても動画にならず、そんなのを繰り返し車関連の動画で穴埋めするものの、もはや限界に来たところでこのナマズのシーズンが到来することになる。もはや釣れなかったフレストレーションを今回爆発させることによってとんでもない結末を迎えるとは思いもよらなかったのである。で今回はね、もうずっと俺釣れてないじゃないですか。そうね、ずっと言ってるからね。ナマズが全然釣れないということで、今回はいっぱい仕込んできましたので、アメリカナマズ釣りをやりたいと思います。うえい、頑張れよ。おう、えい、じゃん、アメリカナマズ。オーナーバリさんから出てるウォーターランドオリジナルの仕掛けです。ナマズの神様のところに行って買ってきました。イエーイ。そしてあと定番ですね、買っておきますと。なんかね、面白そうなの見つけたんで、これもなんか釣れるっぽいんですよ。うい、なんかあのおっとっとみたいな感じのやつがいっぱいくっついてる。これを使っていきたいと思います。これはワームのうちに入るのかな。餌だよ、餌、餌だよ。まあ楽しみですね。これもマルキューさんから言ってますので、これを使っていきたいと思います。ういあとはね、今回ね、もうぜひ俺が釣りたいってね、はい、鯉用のマキエさんを買ってきました。もう徹底的ですもん。もう絶対釣ってやるぞっていう感じでいつもね、俺だけ釣れないから ねマルキューさんのスイミー作る作る。オッケー、じゃあ作っていこうぜ。はい、開けていきます。はい、これをまず開けず、で、これに
水 0.9 カップって書いてあった。カップ、カップとは、カップとは目分量でいく、大体いいんじゃない、大体ね。まあちょこちょこ入れながら、匂いする？いや、なんかね、砂まで出てる。泥遊びか。こんなもんなのかな。やばいで。で、なんか3分ぐらい放置してるから。あ、そう。少し寝かせるんだ。ちょっと固まる。いい気がするけど、もうちょいかな。いや、そんなもんじゃないかな。とりあえずじゃあこれで放置しよう。うん、じゃあ放置しよう。 2000 years later。 はい、ではこんな感じになりましたね。あのスプリング状のところにこういう風に団子にしてくっつける。おで、この下に餌をつけていくわけですね。あ、そこにも餌をつける。ここにも餌をつける。おこっちは溶けてっちゃうんで、うん、巻きれになって、こっちで集めてきたところを壊す。なるほど。では、投げていきましょうね。飛ばねえかな。あ、大丈夫だ。はい、これで置き皿にしておきます。なんか早くも向こうの方で当たりがあったっぽいですね。ロームイングロー15台でっかい感じでしょうか。あ、なんか、あ、すげえ、あ、なんかなんかすごい特有な匂いがするよ。あいつよく平気でやってたな。マジか。すげえすげえ。これ折れるんじゃね。やりすぎてる。リングで投げます。よし。持ってかれてる。ちょっと出るぐらい。よ。あ、はい。ヒット。ヒット。ヒット。いいぞ、いいぞ。タモ。あ、タモ。買ったばっかのウォーターランドのタモが役に立ってきたよ。小さいね。抜ける？抜けますか？もうちょい、もうちょい巻いちゃえば下げて、もうちょい巻いちゃえば下げて。いやね。一応サイズ測りません。はい、測ります。まあ一発目にしてはいいんじゃないですか。測りやすいね、これ。測りやすいね。すごいね。さすがウォーターランド。ありがとうございました。いいのね。いいよ。いいよ。お願いします。はい、おバイバイ。大きくなってこいよ。あ、ちょっとクロスしてるから俺の。
ああ。モンちゃんのエディングロットとクロスするかもしんない。うん、多分俺の音鳴ってるはず。お。カモンカモン。大丈夫。よいしょやりやしたやりました50ぐらいかな、まあ、ここと、うん、ここにトゲがあって背びれにもトゲがあるんでこれは触らないように注意しましょう。54一応50オーバーやったね。ほい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 。エディングロットに来たぜ。おい。ふうりゃ。おお、重そう。そんな大きくないと思う。あ、そう。ふうりゃ。頑張れ、俺のエメラルダス。おお。抜けないっす。抜けないっす。竿が竿なんで。はい。うい。同じぐらいかな。すげえの。やりました。うい。すごいよ。エディングロット。やばいよエディングロット。なかなか楽しいファイトでした。なかなか仏頂。ゲットだぜ。ゲットだぜ。携帯パワー、パワー。どうなの？でかい。いや無理無理無理。